より小さい国際親善試合、ドイツ1から4、日本、9日、日本時間10日、フォルクスワーゲンアレーナ、ドイツオルフスブルク、日本代表はドイツのオルフスブルクでの国際親善試合でドイツ代表に4-1で解消した。欧州勢に完全アウェー戦で勝ったのは、ザッケローニ監督時代の13年11月19日のベルギー戦、3から2、以来10年ぶり。 国際 A マッチ通算27試合で6勝5分け16敗となった PK 戦は引き分け扱い。これまでの5勝は以下の通り。71年8月13日2から0アイスランド2年3月27日2から0ポーランド4年4月28日1から0チェコ12年10月12日1から0フランス13年11月19日3。 ニベルギー今回のドイツ戦で記録した4得点は最多で、4-1の3点差勝利も初めてとなった。ちなみに、南米勢との完全アウェー戦は過去3戦全敗、通算0得点8失点となっている。ドイツには昨年の FIFA フフワールドカップ、W 杯、カタール大会の一次リーグでの対戦、2-1に続く白星で、対戦成績は通算2勝1分け1敗と勝ち越し。 日本が W 杯優勝経験国に連勝も初めてとなった。